北号作戦、北号作戦は太平洋戦争末期にフィリピンの戦いで敗れた大日本帝国海軍が東南アジアに取り残されていた残存艦艇,艇を日本本土に脱出させた輸送作戦である。日本軍のシーレーンが崩壊する中、この作戦に参加した艦艇6隻に燃料と重要資源を搭載、輸送船やタンカーの代替とした北号作戦は 1945年、昭和20年2月10日から20日にかけて行われた日本軍の撤収及び輸送作戦である。西海圏、西空圏の喪失により、シンガポールに孤立していた艦艇のうち、第四航空戦隊、日向、伊勢、大淀と第二水雷戦隊の駆逐艦3隻、霞、浅島、初島を重要物資の輸送を兼ねて日本本土へ帰島させた。 日本海軍の歴史において成功を収めた事実上最後の作戦。作戦名は同時期に一般輸送船により行われていた資源強行輸送の南号作戦1月25日から3月9日に対応して連合艦隊が命名したものである。また指揮官松田千明第4航空船隊司令官により任務艦水を意味する艦部隊と命名されていた。 北号作戦実施の半月前、南シナ海において、本作戦と同様の航路を取った日86、戦団は、アメリカ海軍の機動部隊に捕捉されて、壊滅的損害を受けていた。極めて危険な作戦で最悪は、部隊の全滅も覚悟されていたが、後日、損害を受けずに、完全な成功を収めたことで、キスカ島撤退作戦と同様に、奇跡の作戦などと評される。 南シナ海における連合軍の通商破壊作戦の本格化によって日本の軍需、民需輸送船の損害が増大し南方からの資源輸送が極めて困難となっていた。また、シンガポールに在泊していた水上戦力が日本本土と切り離され、これらの戦力が本土防衛に参加できず、遊兵化する恐れがあった。そのため、これらの拘束、 重武装の戦闘艦艇を用いて資源輸送を行い、かつ内地へて死臭させる必要に迫られた。ただし、戦闘艦艇といえども、潜水艦や航空機の支援もないことから、安全な航海は、持ちない状況だった。三ヶ月前の1944年、昭和19年11月21日には、戦艦混合特築艦裏風が、日本本土への帰還中に、米潜水艦、 シーライオン E の来撃で撃沈された。12月3日、日本本土駅頭中の戦艦春ナと空母巡洋が米潜水艦のウルフバックに襲われ、巡洋と駆逐艦マーキが大破した。同年12月13日にも、同じく日本本土に戻ろうとした、従順洋艦廟子が米潜水艦ゴールの来撃で大破し、帰国を断念していた。さらに12月19日には、 特攻兵器用化をフィリピンへ輸送中の空母運流が、米潜水艦、レッドフィッシュの来撃で撃沈された。さらに、潜水艦だけでなく、米機動部隊も東、シナ海に出現し、1945年、昭和20年1月上旬には、非87船団と、非86船団が、第38任務部隊によって壊滅的被害を受けるに至った、グラティチュード作戦。 加えて、米機動部隊、第三艦隊を率いるウィリアム・ハルゼージュニア提督は、レーテ沖海戦で取り逃がした、小沢機動部隊の残存戦艦に遺跡、伊勢、ひなたを撃沈しようと、個人的な闘志を燃やしていた。同時期の日本海軍は、南西方面に残る、艦艇、部隊の再編を実施していた。1945年、昭和20年2月5日府で、第五艦隊、 司令長官、島清秀中将及び、第二遊撃部隊は、解体される。残存部隊、巡洋艦、足柄、羽黒、大淀島、等、第四航空戦隊、日向、伊勢、第二水雷戦隊及び、第一、南遣艦隊、第二南、第二南塚艦隊、第十三航空艦隊等を中核として、第十方面艦隊、司令長官、福留茂中将、 三望町、朝倉豊治少将を新編した。大本営海軍部、軍令部は1945年、昭和20年2月4日、シンガポール方面の大型艦について、今後の行動方針を示した。第四航空戦隊、伊勢、日向、大淀は、物資人員を搭載して、内地機等、重巡洋艦部隊、足柄、羽黒は、 シンガポール方面に残り緊急輸送任務や敵水上艦隊迎撃等に投入、第二水雷戦隊、霞、朝下、初下は四航戦、または戦団を護衛して、内地機等、従順二隻、高尾、妙高は、応急修理を実施して機会があれば、内地機等、艦隊全部喪失、応急艦首装着の駆逐艦天津風は、戦乱護衛に協力して、内地機等、 というものである。これらの方針は、第5艦隊解体と時を同じくして、関係部隊、各艦に内示された。当初、連合艦隊司令部、司令長官、豊田添江大将、参謀長、草加隆之助中将は、四航線の内地開港に反対だったという。2月6日、各隊、各艦は、輪が白地を立ちなのか、シンガポール期。2月10日、 大本営は四高戦と二水戦に対し、正式に内地気筒輸送作戦実施を加齢。これを受けて、第十方面艦隊司令長官、福留茂中将は同日以後の艦部隊出撃を命じた。参加艦艇は、第四航空戦隊、伊勢型戦艦、日向、伊勢、軽巡洋艦、大淀、第二水雷戦隊、駆逐艦霞、二水戦司令艦。 小村慶造少将,将座城、朝島、初島で構成されており、機関は第四航空船隊機関日向で、同船隊司令官の松田千秋少将が指揮した。前月から第五船隊に編入されていた大淀は、北号作戦実施に再次第四航空船隊に、編入されている、2月10日付。だが、航空船隊とは、名ばかりで、戦艦2隻、日向。 伊勢はカタパルトすら撤去しており、艦隊の搭載機は、大淀の零式水上偵察機2機だけだった。そこで、大淀搭載の水上偵察機や基地航空隊が、艦部隊の対戦紹介を担当。また、海南島から、復讐周辺を第一駆逐隊、野風、上風、復讐から内地を、駆逐艦潮風が護衛するという計画が立てられる。作戦前、艦部隊司令官、 松田千秋少将及び野村留吉日向艦長たちは、第十方面艦隊司令長官、福留茂中将から二度と諸君らに、相見えることはないだろうと告げられていた。前述のように、部隊はシンガポールにて、航空燃料用のガソーリン、生ゴム、鈴などの当時希少な物資を、目いっぱい積み込んだ。航空戦艦に改造されていたものの搭載機を、持たなかった。 伊勢型戦艦2隻、向井、伊勢では、観光部の広大な飛行規格納庫が、物資の主要積載場所となった。大淀は、航空規格納庫、作戦司令部施設を、燃料庫に改造した。駆逐艦は元より、大淀や両戦艦も、艦艦上にまで可燃性の高いガソリンを詰めた、ドラム艦多数が搭載されたため、たとえ警備な攻撃であっても被弾すれば、極めて危険な状態だった。 軍令部は、半分の艦が、日本本土に戻れれば上出来で、全滅の可能性もあると予測したが、伊勢、日向、大淀は、運が強いからどんな作戦でも成功するとする意見も、あった。艦部隊、指揮艦、第四航空戦隊司令官、松田千秋少将、搭載物資は、以下の通りである。日向、伊勢はそれぞれ、航空機発油ドラム艦4994個。 5200個、航空機機発油タンク内100トン、トン、普通機発油ドラム缶326個、伊勢は搭載せず、ゴム1750トン、トン、鈴820トン、1750トン、タングステン144トン、水銀24トン、輸送人員油電開発技術員等440名、551名。大淀は、輸送人員159名、 ゴム50トン、鈴120トン、アエイ40トン、タングステン20トン、水銀20トン、航空機発油ドラム缶86個、航空機機発油タンク内70トン、霞、朝霜、初霜の3駆逐缶はゴム、鈴3隻、合計140トン。松田少将、4高戦司令官によれば、燃料を少しでも節約するために、 艦隊速力を16ノットに抑えた。艦部隊は1945年、昭和20年2月10日夕刻、在白艦艇,艇に見送られシンガポールを出港。すでに護衛戦闘機や、懲戒機などの支援は望めない状況だった。艦部隊は、フィリピンのマニラ方面に突入すると見せかけた後、北上して日本本土へ向かう。アメリカ軍は作戦を暗号解読で察知し、 付近の自軍に迎撃命令を発していた。途中何度か、アメリカ陸軍航空隊機による空襲や、アメリカ海軍の潜水艦、バーゴール、ブロワー、フラッシャー、バッショウ等による接触、攻撃を受けた。しかしいずれの攻撃も回避、または事前に撃退に成功した。二度にわたる、アメリカ軍機による攻撃には、二度とも近隣に発生していたスコールに隠れて、 攻撃を回避することに成功した。2月12日昼前、朝下が、米潜水艦、ブラックフィーンを発見して、爆雷を投下した。遊国、大淀は、水上偵察機1機、2号機を追い出し、陸上基地からも936海軍航空隊や、足柄搭載水上偵察機が、対戦紹介に従事した。大淀2号機は、艦隊直演を実施した後、 カムラン湾に向かった。2月13日、ブラックフィンの報告を受けた、アメリカ陸軍航空部隊は B-24 重爆多数を投入したが、雲に覆われた艦部隊を認識できず、諦めて去った。日向や霞のレーダーが水上目標を探知。続いて、米潜水艦3隻、ブロワー、バーゴール、フラッシャーが相次いで魚雷多数を発射するが、 一本も命中しなかった。伊勢は巨雷八本を発見し、回避に成功した。うち一本を攻角砲の射撃で爆破した。遊国、日向は米潜水艦、馬蕉に対し三十六センチメートル手法による砲撃を実施、効果はなかったが、馬蕉は先行したため襲撃の機会を失った。二月十四日昼頃、天候が悪化する中で、魔光士、 台湾からやってきた第一駆逐隊、野風、上風が艦部隊に合流する。悪天候のため、旧式の上風型駆逐艦や、ミネ風型駆逐艦では、速力18ノットの戦艦につて行くのも、やっとだった。約1時間後、アメリカ軍大型爆撃機が数十機が飛来したが、悪天候のため艦部隊を捕捉できず、諦めて帰投した。遊国、艦部隊の前方に、 米軍第7艦隊が航行しているとの情報があり、大淀は水上偵察機1号機を射出。だが誤報であった。2月15日未明から朝にかけて、艦部隊は不審な影を発見。各艦は水上見張り用の22号レーダーを射撃用に用いる準備をしたが、二度とも中国民間のジャンク船団だった。2月15日夜にバソ島で火白。 燃料補給を実施、日向霞、船体接触、損傷警備、伊勢初市も、大淀朝市も。ここで、艦部隊は、第一駆逐隊と分離した。台湾海峡を通過中に、すでに落語していたとも伝えられる。第一駆逐隊はシンガポールに向かった。艦部隊は、日付変更と共に出発。艦隊が、同地出港の際、の風。 神風らの代わりに第一駆逐隊が護衛としてつけた、ミネ風型駆逐艦潮風も、また、暗黒と悪天候のため、艦部隊からはぐれてしまった。同時刻、偶然、もみ型駆逐艦連が北上する第四、航空船隊と遭遇した。感激した、堀の内、連艦長は四航船からの追加信号に、我連、今より機体を護衛戦突と発信して、 右西横3000メートルに占いくらいした。これも、また戦艦の速力についていけず、連は30分ほどで後を落としたという。2月16日夜から17日朝にかけて、艦部隊は、朝鮮東白地に下泊。出港後、航海を横断。18日夜から19日朝にかけて、朝鮮半島南岸で下泊。同日夜には、下関に到着。 六連白地で可白。翌2月20日午前10時、艦部隊六隻、日向、伊勢、大淀、霞、初下、朝下は、呉に到着。輸送作戦は完璧な成功を収めた。大淀偵察機二機も無事に母艦へ戻っている。艦艇研究家、木又重雄によれば、艦部隊、大淀が回避した潜水艦は、英米合計26隻に及ぶという。 戦死総書54巻では、約10隻の潜水艦と遭遇とする。本作戦時の伊勢艦長だった中瀬祖少将,将は、戦後の軍艦伊勢全国大会祭典で述べた、裁問中で、長経て昭和20年2月の北豪作戦は、湘南より航空燃料を満載して機の勢力加算500回りを突破する危険極まりなき行動なりしをもって、 中央におても10中89その生還を着せざり、よし、と語っている。このように連合艦隊司令部などの海軍上層部では失敗を予測していたが、部隊は全く損害を受けず、全艦無事に帰還したことを知り、狂気乱舞したとされる。連合艦隊司令長官、豊田添武大将も艦部隊の労苦をいたわった。松田少将も、 軍令部の富岡貞俊少将から感謝されたと回想している。本作戦は連合国軍にとっても意表をつかれた結果であり、戦後、松田少将がアメリカ海軍第7艦隊の参謀へ本作戦について陣たところ、いや、あれはすっかりやられたという答えが返ってきたという。しかしながら6隻の艦での輸送でありながら、物資の量としては、 中型貨物船一隻分に過ぎなかった。専用の輸送船ではない以上は仕方ないことであるが、この程度の量の物資の輸送に成功したことを狂気、せねばならないこと自体が、当時の日本の窮状を示していたと言える。2月23日、第二水雷船隊司令官、小村慶三少将,将は、二水船機関を霞から軽巡二洋艦や萩に変更した。2月25日、 大淀は五練習戦隊に編入されて練習艦となった。三月一日、第四航空戦隊は解体。予備艦となった日向に対し、日向の野村留吉艦長は、礼あるものと信ずる軍艦日向のために万国の波が流ると嘆いている。二隻、日向、伊勢には燃料が残っており、これらは大和型戦艦一番艦大和に移された。 ヤマトはこの燃料をもとに、菊水作戦に参加し、棒の岬を機械戦に臨んだ。同海戦で、北郷作戦に参加した、駆逐艦二隻、霞、朝霜は、沈没、七月下旬、三隻、伊勢、日向、大淀は、呉軍港空襲で大破着艇した。同時期、初島も、舞鶴で食来し、着艇して失われた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。